神楽ファンの皆さん、こんにちは。吉田神楽団の団長の羽田野です。今日はですね、吉田神楽団を代表して、こうやってマスクをして眼鏡を曇らせながら、皆さんに、一言になるかもしれませんが、二言三言になるかもしれませんが、メッセージを送りたいと思います。まずは、この新型、コロナウイルスとの、恐怖と戦いながら、日々、本当に多くの方の命を守るために、働いていただいている、医療従事者の皆さん、本当にありがとうございます。これからも本当に、みんなの命を守るために、大変な中ですが、頑張っていただいて、早く平穏無事な日が来ることを願っております。吉田神楽団もですね、この新型コロナウイルスの影響で、今日まで、5公演、そして、6月末に向けてこれから3公演の、神楽の、中止が、決定しております。練習の方も、自粛をしておりまして、みんなでなかなか集まることができないような状況です。また状況が良くなれば、皆さんの前で吉田神楽団の一生懸命な神楽を見てもらえれば嬉しいかなと思います。皆さんも不要不急の外出は控えて、手洗い、うがい、換気、何ですかね、できることは、たくさんして、自分もそうですが、自分の大切な人、多くの人の命を守っていきましょう。それでは、また皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。皆さんお元気で。